じゃん。今日はこの XE2 使って撮影していきたいと思います。うちのチャンネル結構ソニー畑なんで、あんまりソニー以外のカメラ使って外に出ることってないんですけど、今日はね珍しく富士フイルム使っていきたいと思います。で、友達のカメラマンのホーリーさんと今日合流することになっているので、ホーリーさんと一緒にね富士のミラーレス機使ってスナップ対決みたいなのやってみたいと思います。もう今日の昼ご飯は時間がないから赤いキツネで済ませました。さあ、ということで茶壇の方着きまして、今合流したいと思います。大祭、すいません、なんかあんまアップで撮ってほしくないんで、ちょっとなんでなんでなんでおっさんおっさんだよ、おっさん。お疲れです。お疲れ様です。はい、ということで、はい、今日はちょっとスナップしていきましょうか。イエーイ。とりあえずここ暑いから移動しますか。だからさ、超暑い。いやすごい日焼けするさもう真っ黒だけどささあ、ということで堀さん、はい、今日何やるか分かってます？え、何やるんでしたっけ？今日は、はい、富士のカメラを使ってスナップです。いえ、マジっすか。はい、最近よく持ち歩いてるんで、はい、ちょうどよかったです。絶対事前に知ってた用意がいいんで。はい、ということでね、じゃあ、やっていきたいと思います。堀さん、はい、今日の機材は何ですか？あ、寝てました。今日はですね、うん、あの最近買った富士の XT3、うん、おあれだ、散財したやつだ。高かったっすね、やばいっすね。いくらしたっけ？これ17万なんですけど、うん、計65万円散財してるんで。力士力士、やばい。その散財した結果はあれだよね、 YouTube でどんどん公開していくわけでしょ？そうなんです、もうそれでなんとか補填しないと、うん、嫁さんに怒られるっていう恐ろしいことになります。じゃあホーリーさんの YouTube チャンネル下に貼っときます。ぜひ見てください。はい、で機材紹介なんだっけ？あ、はい、じゃあね、レンズは、うん、紙レンズと言われている、はい、一番初期の 35mmF1.4 ですね。おお、いいやつだ。それ、これ映りがめちゃくちゃいいんですよ。 AF は遅いんですけど、うん、でも XT3 にすると切り替えてから AF が速くなったっていう。あ、なんかこのその組み合わせ良さそう。めっちゃいいんですよ、なんかデザインも可愛いし。はい、それでは大輔氏、今日の機材紹介をお願いします。はい、僕の機材はめちゃくちゃ絡まってるんですよね、今ちょっと待ってどうしたどうした。はい、これ超お気軽セットです。わー、すごい、これ可愛いやつだ。もう可愛い、女子力、ヒゲ立てた女子半端ね。じゃあということでね、撮影行きましょうか。はい、行ってみましょう。レッツゴー、レッツゴー。サンスタ。さあ、ということで今ホーリーさんと離れましたけど、あのテーマは、海のある風景ということでね、あの2人とも同じテーマで撮っていきたいと思います。富士のカメラって全部こうやってシャッター速度とかあの物理ダイヤルなんですよね。これがね、ちょっと使い勝手が難しくてまだ慣れないんですよ。いやー、それにしてもこの時間帯の海はすごい綺麗ですね。なんかこうエモい感じがしますね。全然海関係ないっていうね。はい、最初の1枚はこちら。夕日をバックに逆光背景で試し撮りをしてみたんだけど、この時点で気づきました。いつも使ってるソニー系とは色の出方が少し違いますね。まあ、簡単に言うとコントラストも独特だし色が浅いですね。撮ってみないとどう転ぶかわからないっていう、なんかこう面白さを感じるね。ちなみに今回の写真は全部フィルムシミュレーションスタンダードでの撮って出しの色味でいきたいと思います。今回はいろんなカップルさんに声をかけて、ちょっと後ろ姿とかシルエットとか撮らせてくださいって言ってね、あの撮らせてもらいました。この写真ね、結構僕好きで、なんかノスタルジックでこういい感じですよね。まあさすがにちょっと古い APS-C 機なんでダイナミックレンジがちょっと弱くてですね、あのよくよく見ると黒い洋服とかね、あまりいい会長はしてないんですけど、 XE2 もうちょっと使い慣れたらこの会長の弱さとかも含めてこう一つの味としてね、あの撮れるようになるんじゃないかなって思いました。ちょっと今後も使っていきたいですね、このカメラ。このデポアイランドっていうところなんですけど、街全体がねテーマパークみたいな感じになってるんですよ、こんな感じで。で、この建物の上の階から見える海がね、本当に素晴らしいので、ちょっとここまで登ってみたいと思います。
4階に行くと海に向けてこうせり出したバルコニーみたいなものがあるんですよね。そこの上からもう下を見下ろすとですね、本当にもうリゾート気分が味わえます。こちらが上から撮った写真ですね。でバルコニーはこんな感じになっていて、そこから眺める夕日ってのはすごい綺麗です。これ実は奥側全部海なんですよ。もう少し露光を抑え気味にすれば、まあ、海のこう表情っていうのがね出てくるんですけれども、そうすると手前側が全部シルエットになってしまうので、この辺りは撮り手の判断でどっちを優先にするかっていうのはね決めていけばいいんじゃないかと思います。しかし富士のレンズとカメラは本当にノスタルジックな写りをしてくれますよね。こういう影と逆光がしっかり両立できるような場面で撮れば、すごいフィルムルックな感じでね、こう本当に淡いノスタルジックな写真が撮れてめっちゃ楽しいですね。海撮るのもいいんだけどさ、海側だけ向いてるとなんかパターンが少なくなっちゃって、どうせねこんな素敵なとこいるんだからちょっといろいろ撮りたいなということで、ここからもルール完全無視でいろんなスナップ撮っていきたいと思います。ここからは少し構図の勉強をしていきましょう。この写真一見するとなんかいい雰囲気のリゾート写真に見えるんですけど、見せたい被写体がはっきりしない写真になってしまってるんですよね。まずメインになるべき被写体と思われるこれとかこれとか、結構下の方に集まりすぎちゃってるんですよね。まあただ上の方にヤシの木の葉っぱがさーっと流れてることによって、まあ上半分もカバーすることができて、なんとなくバランスよくは見えてるんですけれども、ヤシの木見せたいのか街灯見せたいのかお店見せたいのかっていうのがちょっと分かりにくいんですよ。でこれを三分割法という一番オーソドックスな構図を使ってですね、ちょっと直していきたいと思います。このお店で料理を食べましたっていう体の写真ならこういう感じになります。この写真の場合だと、手前のヤシの木、奥の看板、そして左側の街灯、この3つが主な、被写体になってくると思うんですけれども、あまり欲張らずにお店の看板とヤシの木だけをメインの被写体にしてですね、街灯はちょっともうサブ的要素にしました。はい、今表示されたのが三分割法のグリッドラインとなります。三分割法って何かというと、こういう風に線を引いてですね、で線と線の交わるところを点として、そこに被写体を置くっていう非常に簡単なね構図なんですよ。この写真の場合、左下のポイントに一番見せたいお店の看板を置いてます。でその対角線上となるこのポイントにヤシの木を置くことによって、こう非常にバランスのいい奥行きのある写真になるわけですね。こういう風にね、いろいろ構図とか考えながら写真撮ると非常に楽しいです。まあ理想を言うなら街灯の位置もうちょっとどうにかしたかったんだけどね。これなんかも一見するとバランスよく見えるんですけど、手前の方にねちょっといらんボケが入ってますよね。このワサワサってしたあたり、まあこういうのはねもう一層時計を逆側から撮っちゃえばいいんですよ。しかも縦構図でこんな感じでね。そしたらヤシの木も入るし、ハイビスカスも入るし、時計も入りますよね。ちなみにこれも先ほどと同じ三分割構図です。これは蘭の花かな。右側から夕日が当たってて、で奥の方は完全にシャドウで潰れてるんですけど、そのコントラストの感じがねすごい良くて、花が浮き出て見えたのでこれも撮りました。ちなみにこれはフィルムシミュレーションビビットで撮ったかな。すごい発色綺麗に出てますよね。富士のカメラで撮って歩くの面白いですね。この小型軽量さでこれだけ撮れればもう最高ですわ。サンスタを見てくれてるというおしゃれさんに遭遇したので撮らせてもらいました。いいですよね、海風にロン毛をなびかせて笑顔で佇むという姿。何の編集も加えてないんだけど、シンプルに好きな写真です。こちらは髪をかき上げたシーンかな。なんかこれはこれでね、またすごい自然な感じがしていいですよね。で、しかも見てください。彼が持ってるカメラも富士フィルムなんですよ。いやーなんかいいですね。こう富士のカメラを持ち出して、富士のカメラ持ってる人と出会って撮らせてもらうっていうのもね、また一つの写真の醍醐味だなっていうふうに思いました。本日の企画いかがでしたでしょうか。好評でしたらまた富士のカメラを持ち出して富士企画みたいなのやってみたいと思います。ホーリーさんの写真はホーリーさんの番組で見れますので、ぜひ概要欄からホーリーさんのチャンネル登録してあげてください。それではまた次回もお楽しみに。 See you!